ジュー、ドンジュー、せーの、愛を育む美の学びやでございます。こんにちは、こんにちは、春になりました。お元気ですか？アンジェルオーナー藤崎香織と、はい、アンジェルの店長大塚ゆかでお届けします。よろしくお願いします。今日もお願いいたします。はいはい、はい、かおりさんどうぞ。はい、皆様いつもね、いいね、チャンネル登録をね、本当にたくさんの方にしていただいて、とっても嬉しく思ってます。我々の励みになってますので、はい、どうぞ、あの、いいなと思ったらまた今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日はね、かおりさん帰ってきたばっかりですね。はい、お帰りなさい。ありがとうございます。はい、今回は春色のこういうビタミンカラーがとってもたくさんアンジェル店内は入ってるんですが、皆さん、ベーシックなお色目のお洋服というのは、クローゼットの中にね、皆さん誰もお持ちだと思うんですね。その中に、太陽の光もどんどん明るくなってきましたので、一つだけビタミンカラーを取り入れていただくことで、春のチャーミングなコーディネートになりますよというビデオでございます。やっぱりフランス人のマダムの方たちも、あの、綺麗な色を差し色してますよ。差し色してるんですよね。はい、スカーフとかね、あの、インナーのブラウスだったり、はい、ではでは、ゆかさんとね、またね、交代でいつものように、はい、はい、お着替えしてまいります。ではでは、行ってまいります。行ってきます。はい、162センチの、店長大塚ゆかです。今日は皆さん、普通にお持ちだと思いますけど、白のブラウスにジーンズというコーディネートです。で、これに、ワンポイント差し色でビタミンカラーを入れることでパリマダム風コーディネートにしてみます。はい、お願いします。例えばね、皆さんお持ちじゃないでしょうか、こういう至ってシンプルな色の羽織物、こうやって着るととっても素敵ですけど、なんだか寂しい、そういった時には、例えばこういうね、楽しいプリント柄のブラウス、かわいいですね。そう、こういうのをね、インナーに着てみたりとか、中にね、ベージュの、そのベーシックな皆さん持ってるトレンチコートとか、はい、そういったコートないですか？そういった中に、差し色で可愛いこういうね、明るい色目を入れることで全然変わるってことですよね。はい、ビタミンカラーで、はい、明るいお色目になります。はい、こんな感じで。なるほど。ブルーを入れても爽やかになるでしょ。あ、そうね、今ジーンズだしね。はい、ぴったりですね。ね、はい、可愛い。か、もしくは、はい、例えばね、はい、ご自分のお肌に似合うストールをこうやってくるって。なるほど。巻いていただくと、ね、お顔写りが明るくなりますね。そうですね。ジーンズに至って普通な、はい、ベージュのこういう羽織物の中に、はい、今ゆかさんスカーフ、ビタミンカラーを入れたってことですね。そうです。はい。か、もしくはね、はい、もうベーシックな、はい、お色目に飽きたわっていう方でしたら、はい、もうあえて思い切って色を変えるってことかしら。そう、はい、もう羽織物だけお色目を明るい色にするのも春ならではでおすすめです。はい、今ジーンズに白だから上にピンクを着るっていうことですね。これはちょっとピンク、はい、お袖が可愛いですね。それね、可愛いでしょ。お袖がキラキラって、これね、裏地が可愛いんです、うん、あら、ほら、本当だ、そうなんです。こうやってベーシックなお洋服の上に、色物のビタミンカラーの、羽織物を、はい、セレクトするのも一つではないでしょうか。はい、はい、いいですね。ちょっと明るい感じになりますよね、はい、あのパリマダムのコーディネートでちょっと差し色でこうやって入れるとメイクもね、ちょっとピンク色にしたりするとね、ピンクにすると可愛いかな、はい、春らしくなると思います。はい、はい、皆さん、藤崎香織です。こんにちは。今日私はシンプルな、綿パン、白いちょっとパンツと白いブラウスを、あのシンプルなあのブラウスを着ているんですけれども、爽やかですね、はい、このね、はい、あの皆さん家に綿パンございますよね、うん、あの白だったりベージュだったり紺だったり、まあ、ベーシックなカラーは皆さん持ってらっしゃると思うんです。で、白いブラウスも白いニットも T シャツもあると思います、うん、
この上にビタミンカラーを今日は、差し入れね、コーディネートしていきたいと思います。こちらをちょっと羽織ってみたいと思いますけど、どんな風に変わっていくか、いつもだとね、なんかこういったベージュの色をこうやって着てきちゃうところなんですけど、ちょっと差し色にこのビタミンカラーをですね、ちょっと着てみたいと思います。裏地が可愛かった。あ、そうなんです。ちょっと後でお見せしますね、うん、色をちょっと見てみたいです。こうやってちょっとビタミンカラーがあることですごく雰囲気が変わるの分かりますか。別に中が今日私白着てますけど、例えばベージュでもいいですし、ジーンズでもいいですし、紺色になってもいいんですけれども、ちょっとこうやって差し色があるだけで雰囲気がガラッと変わります。私が今回チョイスさせていただいた、ちょっとこちらを着てみたいと思うんですけど、ちょっとこの可愛いね、裏地見て、はい、裏地が可愛いんです。はい、見えないところの、見えないところのおしゃれ、おしゃれが憎いですね、はい、そうです、はい、インナーベーシックなものだとこのぐらい明るいのも、はい、華やかになりますね、はい、私そんなコート持ってないわ、そんなのないので、ブルゾンでもジージャンでもいいです。なんかコットンのものでも、なんか色のあるものを刺していただくことで全く変わります。私はちょっとこのコート着ましたけども、ご自宅にあるちょっとねコットン素材の羽織物の綺麗な色目ないでしょうか。そういったものを羽織るだけでも雰囲気変わりますので、うん、ぜひベーシックなものに羽織るですよ。はい、ピンクピンクにしちゃってピンク羽織ったり赤羽織ったりすると、うん、パンクとかになっちゃいますからね皆様、はい、バランス的にねちょっと難しくなりますからね、はい、はい、ベーシックな色に、プラスしてみてください。そして、うん、そうですね、この上にベルトをされてもいいですし、ベルトをやりますか、してみたらどうですか。はい、ベルトをちょっとやってみたいと思います、うん、そう、スプリングコートの上にベルトをするっていうのも一つおすすめです。はい、はい、ちょっとね、うん、こんな感じでね、キュッと、うん、そうするとちょっとかっこいい感じで着ていただけますね。随分と雰囲気が、ベルトがあることで締まりますし雰囲気変わります。はい、今度はね、はい、こういう風なトップス、朝色のシンプルな羽織物に白のブラウス、はい、でボトムにねこういった色物、ビタミンカラーを入れることもおすすめします。はい、いいですね。おしゃれ上級者になります。うん、はい、楽しいコーディネートになると思います。例えばね、私今マゼンダピンクのこんな可愛いおズボン履いてますけど、はい、例えばこういうスカートとかもありだと思います。プリント柄のスカートをこういうシンプルなジャケットに合わせるのもいかがでございましょうか。いいですね。はい、こういうね柄物の可愛いもの、スカートとかはお気に入りのプリントがあるときに選んでいただくと。ゆかさん、そのスカーフちょっと見せてください。どんな感じですか。あ、なるほどね。そうですね。可愛いね。うん、柄物のね、ありますよ、はい、柄物のこういうスカートをもし入られても、はい、ベーシックな羽織物であれば、はい、こういう感じで、はい、いいですよね。ベーシックな羽織物にボトムにこういう、はい、色物とか、はい、プリント柄を持ってくるっていうのも、はい、ワンランク上のおしゃれコーディネートになると思いますので、はい、春夏は特にお試しになることをおすすめします。そうですね、ちょっとこういう明るい色の差しがあるだけで気分も変わりますからね、はい、皆さん、ね、ぜひおすすめします。あ、これね、さっきの話じゃないんですけど、はい、裏地がなんと可愛いでしょ。そうなんですよ、これもね裏地が可愛いの。裏地にこだわる袖口も、お袖も可愛いんです。はい、こういうところがこじゃれててにくいなと思います、はい、ちょっとこれが可愛いパリブランドです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、皆さん、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、かおりさん
ビタミンカラーの着こなし方でした。そうですね。皆様、自宅にクローゼットの中ちょっと覗いてみてください。うん、ベーシックなベージュや、うん、白とか、うん、紺とか黒、そういった色は、うん、皆さんお持ちだと思うんですね。はい、たくさんあると思います。はい、その中に、サッシで、こういった綺麗な色を刺すことで、明るく華やかに春のコーディネートになるので、ちょっとクローゼットの中、綺麗な色もないかちょっと見てみてください。綺麗なブラウス、綺麗なスカーフ、はい、綺麗な色の羽織物、うん、それでおズボン、はい、パンツでも大丈夫です。パンツでもいいですね、はい、あと口紅ね。そうね、やっぱり綺麗な色を持ってきた時に、うん、その色に合わせた、うん、メイクだけでも大事。本当に春華やかになりますよね。そうですね。やっぱりメイクが何もしてないとやっぱり暗くなっちゃうから、うん、地味な感じ。お肌が、うん、とても美しくてもちゃんとメイクをしていただきたいです。はい。チークをちょっとチュッチュッと。そう。チークつけたり、口紅ピンクつけたりね。はい。してトライしてみてください。はい。今日も、ご視聴いただきましてありがとうございます。いいね。フォローも皆様、今後ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。また次回ですね。はい。また作ってまいります。かおりさんが日本にいるときは頑張って二人で撮りますので、ご覧ください。はい。ショートの方もアップします。よろしくお願いします。では、ありがとう。アラポシェットファー。また次回。